田中さん、こんにちは。淡水は初めてですか？そうです。今からどこへ行きますか？淡水のシャオバイコンです。そこはどんなところですか？清朝時代の淡水税関長官の官邸です。そうなんですか。とても古いですね。建物は小さいですが庭は広いですよ。建物はどんな特徴がありますか？半円型アーチが特徴です。面白そうですね。ぜひ行きたいです。後で一緒に行きましょう。どこにありますか？広毛城から少し離れたところにあります。はい、わかりました。とても有名なところですよ。はい、私もそう思います。